アイドルマスターサイド M ライブオンステージ、うん、おはよう。低血圧でな。もう一度顔を洗ってくる。プロデューサー、昼食は良ければ外で一緒に食べないか。仕事中か。よかったらこの本を貸す。気分転換になればいいが。月が変わったな。まずは今月の目標を決めよう。読書が好きでね。印象的なフレーズはずっと覚えている。幼い頃は岐阜に住んでいた。自然が豊かでいいところだ。亮と大吾、二人と一緒にいると不思議と癒される。俺名義で書いた本はダサ作だ。読まない方がいい。キャンプが趣味なんだ。自然と触れ合うと楽しい。祭りの雰囲気はワクワクする。花火楽しみだな。体力をつけたいから今年は運動の秋にしようと思う。ハロウィンか。賑やかでいいな。お菓子は準備してある。寒いな。ホットココアを入れるが、プロデューサーも飲むか。クリスマスパーティーはしたことがなかったが、いいものだな。亮と大吾と初詣に行ってきた。今年もいい一年になりそうだ。ファンからこんなにチョコが届くとは。本当に感謝しかない。もらったチョコのお礼は最高のステージで返したい。この春は新しいことに挑戦したい。うん、何がいいだろうか。連休はキャンプ場が混む。この時期に行くのはおすすめしない。雨の日は静かに過ごすのが好きだ。本を読んだりしてな。暑い日が続いているな。夏バテには気をつけてくれ。祭りを楽しんでいる亮と大吾を見ているのも楽しい。今年の秋は普段手に取らない本にも挑戦してみようと思う。仮装をしてみたいんだが、アドバイスをくれないか。もう少し暖房を効かせてもいいか。その冷え性なんだ。サンタクロースになるための試験があるそうだ。興味深いな。新たな門出だ。亮と大吾とさらに上を目指して頑張るよ。チョコに込められた思い、しっかりと受け取った。大切にする。亮と大吾と一緒にクッキーを焼いた。成功したと思う。散歩ついでに花見をしてきた。次はみんなで行こう。端午の節句とは奈良時代から続く風習らしい。雨の日の過ごし方はいろいろある。演技の勉強に映画を見たりな。スタミナをつけるには焼肉？うなぎじゃないのか。屋台の焼きそばはやたら美味しそうな匂いがするな。紅葉の季節か。秋空に映え燃えるような赤、すごく綺麗だ。トリックオアトリート、一度行ってみたかった。今年も残り2ヶ月。お互い悔いの残らないように過ごそう。夢を諦めなければ変われる。そう分かったんだ。楽しかった。また会えるのを楽しみにしている。みんなの声、心まで届いている。胸が熱くなった。俺はここに存在していると実感した。幸せだ。よかったと思う。このステージで学んだことを次に生かしたい。満足のいくステージだった。次もファンのみんなと最高のステージを作りたい。ステージを通して新しい自分を見つけられそうな気がした。きっとプロデューサーのおかげだ。
ありがとうございます。つくもかずき、元小説家だ。自分自身の思いを伝えるため、俺は変わりたい。よろしくお願いします、プロデューサー。トップアイドルか。今の俺には夢みたいに思えるが、みんなと一緒ならきっと目指せる。そう信じている。